奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び、入表島は、国際連合教育科学文化機関の世界、遺産リスト記載物件であり、日本の自然遺産としては5番目に登録された。その名の通り、鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県の沖縄本島北部と入表島の4、等からなる。暫定リストへの追加記載が決まった、当初の名称は、奄美。 琉球だったが、ユネスコから名称の変更要請を受けて、現在の名称に変更し、世界遺産センターへの推薦書の提出が、閣議了解された。2021年5月10日に、自然遺産の諮問機関である、国際自然保護連合から登録勧告が出され、オンライン形式で開催された第44回世界遺産委員会拡大会合において、7月26日に、 登録が決定した。沖縄島北部においては、登録範囲の南東面で、全長約2 5トルにわたり、干渉地帯が設定されていない。一帯は在日米軍の北部訓練場を残余地のため、違い方権により立ち入りが制限されており、実質的に干渉地帯の代用を果たしている。また、隣接地は、福地側に設けられた福地ダムによる、 副条湖の貯水水が各支流にまで入り込み、完全に自然な状態での水辺環境が保たれていないが、険しい地形もあり、開発の手が及ばないため干渉地帯にはなっていない。西表島は南東部の大原港から北西部の白浜港を結ぶ沖縄県道二百十五号、白浜ハエミ千円道の海岸線と集落地域を除き、島の約九割が 登録範囲というのを密さで、干渉地帯がわずかに付随する。島の南部から西部にかけては海岸まで登録範囲であり、干渉地帯が設定されていない。暫定リスト記載のための提出文書では、アマミ、琉球は、世界遺産登録基準のうち生態系及び生物多様性の基準を満たすとしたが、最終的にはのみの適用となった。 生物多様性の本来的保全にとって最も重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるもの。これには科学上、または保全上の観点から優れて普遍的価値を持つ絶滅の恐れのある種の生息地などが含まれる。日本の自然遺産は自然環境保全法に基づく厳正自然環境保全地域もしく自然環境保全地域が広域に設定されてきたが、 奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び、入表島では、生物多様性基本法の生物多様性、保全地域が初適用されている。なお、入表島の先山湾と網取湾のみ、自然環境保全地域指定となっている。この他に、自然公園法に基づき、奄美群島国立公園、ヤンバル国立公園、入表石垣国立公園が制定されているほか、 文化財保護法での天然記念物指定、種の保存法の適用や、鳥獣保護法の気象鳥獣生息地指定、外来生物法、森林法、河川法、海岸法、こういう水面埋め立て法、水質をなく防止法によって保護されている。ただし、奄美大島におけるゴミの不法投棄やヤンバルに、残された、米軍由来の廃棄物の問題がありながら、 土壌汚染対策法は用いられていない。また、上記の干渉地帯で触れている、軍用地設置の根拠となる、中流軍用地特措法も、保護根拠にはなり得ていない。また、環境整備には、奄美軍島振興開発特別措置法と、沖縄振興特別措置法及び、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別、措置法によって挙出される。 環境省とリニア庁では2003年に世界自然遺産候補地に関する検討会を共同で設置し自然遺産への推薦候補地を検討した結果、知床、小笠原諸島、琉球諸島の3地域を推薦候補地に選定した。このうち知床は2005年に、小笠原諸島は2011年にそれぞれ自然遺産として登録されたが、 琉球諸島については何ら手続きが行われていなかった。琉球諸島については、検討会の資料では、南西諸島としての言及も見られ、故障が統一されていないが、具体的には、都から列島、天海列島、沖縄諸島、先島諸島及び大東諸島が対象とされていた。なお、2012年8月から開催された、 新たな世界自然遺産候補地の考え方に係る懇談会では、奄美琉球諸島と呼ばれていた。二千十三年一月三十一日に開催された世界遺産条約関係省庁連絡会議で、奄美琉球を世界遺産暫定リストに掲載することが決定した。対象地域は今後特定するとされたが、奄美大島、徳之島、沖縄本島北部のヤンバル地域、 西表島を対象地域とする方向で調整が進められているとの報道もあった。しかしながら、暫定リスト掲載申請書類作成時点で、地権者との合意が得られていない地域を含んでいたため、推薦範囲の緯度経度のみを表記して、具体的な透明を記載しなかったことから、世界遺産センターから記載保留と追加情報紹介が通達された。 これを受け2013年12月27日、環境省は対象地域を鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県の沖縄本島北部と入り表島の4等とすることに決定。2016年2月に再申請し、暫定リストに掲載された。正式に暫定リストに掲載掲載されたこともあり、2016年3月に、 入り表石垣国立公園の指定区域が入り表当然域に拡大、また2016年9月15日には沖縄本島北部がヤンバル国立公園として指定された。特にヤンバル国立公園のうち特別保護地区と第一種特別地区を天見、琉球の推薦区域として早くても2018年に世界遺産登録を目指すとした。アマ大島などでも 国立公園化に向けて、環境省は地元協議会と調整を進め、農業、林業に悪影響が及ぶ懸念から協議が難航したが、2017年3月7日、奄美大島と徳之島に機械島、沖の選ぶ島、与論島を範囲に加えて、奄美群島国立公園が成立するなど、保護体制の整備が行われた。2017年2月1日までに、 世界遺産センターへ提出する推薦書の作成にあたり、正式名称を、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び、西表島とすることになった。これはユネスコから地域を特定できる名称に、するよう要請があったことによる。2017年10月11日から20日に、世界遺産委員会の諮問機関である。 IUCN から派遣されたドイツのバスチアン・バーキとカナダのスコット・パーキンによる現地調査が実施された。2018年5月にその勧告書が公表され、推薦された価値のうち生物多様性については満たし得る可能性が認められたが、北部訓練場変換地を含めて推薦範囲を再考すべきことや天見大島での推薦範囲が連続性を欠いていることなどを含め、 登録延期を勧告され、推薦を取り下げ2020年の審議を目指すことになった。登録延期勧告を受け推薦内容の修正が進められ、2018年6月29日には、北部訓練場返還地のうち、約3700ヘクタールが、ヤンバル国立公園に編入された。2018年9月12日には、環境省、林野町、鹿児島県、 沖縄県が設置する、奄美大島、徳之島、沖縄東北部及び、西表島世界自然遺産候補地科学委員会が、北部訓練場変換地のうち、約2800ヘクタールを推薦区域に編入するとともに、登録基準から生態系を削除し、生物多様性に絞ることを決めた。世界遺産の制度が改定され、2020年からは文化遺産、分解散。 自然遺産を問わず、審議対象は一国一県に限られるようになり、文化遺産候補として、北海道、北東北を中心とした、縄文遺跡群も同年の推薦を目指していたことから、2018年11月2日に、政府が自然遺産の候補案件が優先的に審査対象にされることや、IUCN 韓国の是正が進んでいることを踏まえ、奄美大島、徳之島、 沖縄東北部及び西表島を優先して再推薦することを決定した。ただし、全体審議数が上限35件となり、登録数の少ない国が優先されるため、推薦物件が多い場合には日本からの推薦が受理されない可能性もあったが、推薦締め切りの2019年2月1日時点で29件の届けでしかなかったため審査が受けられることは確定した。 2019年10月5日から12日に世界遺産委員会の諮問機関である IUCN から派遣されたウェンディアンストロムとルリカ・バーヤによる現地調査が再び行われ、前回 IUCN から指摘があった推薦区域の修正箇所などを重点的に視察すると、もにユネスコが求める地域参加による保全の観点から観光関係者ら住民との意見交換会も 行われた。しかし、通常であれば審査が行われる世界遺産委員会開催の6週間前までに発表される諮問機関の勧告が新型コロナウイルス感染症の流行のため未定となり、第44回世界遺産委員会の開催も延期となった。2021年7月26日にオンライン形式で改めて開催された第44回世界。 遺産委員会において登録決定。ユネスコと IUCN は世界遺産海洋プログラムとして登録件数が少ない海洋域の登録を推進しており、奄美琉球では入り表石垣国立公園の海域公園を中心に海洋域を推薦範囲に取り込むことも検討。特に生物多様性を象徴する産後礁はユネスコが重視していることもあり、 日本自然保護協会や八重山、白穂の海を守る会が、石垣島の白穂珊瑚礁、石西章子をし、ジゴンの北原生息地である、名護市辺野古の大浦湾も含めるべきとする市民運動も展開。また、2014年に、ケラマ諸島が、ケラマ諸島国立公園に指定されたことから、ここまで範囲を広げるべき、ともされた。しかし、環境省、水産庁や、 有識者の見解としては、日本の近海洋域では、漁業権や、マリンスポーツとの調整が必要で、海中での鬼人での駆除は容易でなく、地球温暖化による海水温上昇や海洋酸性化、あるいは漂流、漂着ゴミなどを、日本一国だけでは保護のための解決には至らない、ことなどを理由に、海洋域は除外することになった。これは、小笠原諸島が、 世界遺産に登録された際に陸上の生態系を主体としたことにも共通する。こうしたことから、モ表島におけるエコリージョンとしてのマングローブ林など一部の海岸のみが対象となったものの本格的な海洋域は含まれていない。薬島は1993年に世界遺産に登録されている。奄美大島を含む奄美琉球との相違点として、 動物賞として薬島と奄美大島の間に渡瀬線が引かれており、生物分布が根本的に異なっていることが挙げられる。2013年1月に石垣市において日本野鳥の会の公園で尖閣諸島に国の天然記念物アホウドリやオアジサシ、尖閣モグラなどの貴重な動物が生息することを指摘し、 世界自然遺産登録の評価基準となる生態系や生物多様性に当てはまる例で、奄美琉球諸島を世界自然遺産にする動きの中に尖閣諸島も含めて進めてほしいと発表した。これはあくまで学術的見解によるものであったが、これに政治的な思惑が絡み石垣市が尖閣諸島を対象地域に含めるよう求めるようになった。 こうした動きを牽制すべく、2016年の第40回世界遺産委員会において、奄美琉球を含む2018年の登録審査対象の確認作業が行われた際、中国が尖閣諸島に領土、領海問題があるとして審査の反対を主張。日本は環境省が奄美琉球と尖閣諸島は成り立ちが全く異なり、 同じ価値で登録することは考えにくいとしており、佐藤地ユネスコ代表部大使は、バッファーゾーンも含め、範囲を外に拡張することはないと反論する一幕があった。登録決定後に、中国外務省は、先の約束を保護にしないようにと尖閣への拡張登録を行わないよう釘を刺す見解を述べた。前述の辺野古大浦湾における自言生息地保護は、 普天間基地移設の反対運動に利用されたことは否めないが IUCN は受言保護を求める勧告を3回発しておりアメリカで起こした受言訴訟ではサンフランシスコ連邦地裁が受言はアメリカ国家歴史保存法で保護されるべきで辺野古への基地移設は違反であるとの判決を下したしかし当時の石原信明環境大臣はユネスコのルールに則り 守るべきものがない場所を政治的な問題として後から加えることは環境省としては考えていないと政治的判断を表明した。2018年5月に天見大島、徳之島、沖縄島北部及び入表島に登録延期韓国が発せられたことを伝える韓国の連合ニュースは天見大島は日本による植民地時代に朝鮮半島出身者が 強制徴用され過酷な労働を強いられた場所で、戦場に特攻隊を送る基地や大規模な労働部隊があった。沖縄にも数千人の朝鮮半島出身者が労働者や軍人として強制連行され、相当数の女性が慰安婦として動員されたと自然環境とは無関係の歴史的経緯を引き合いに出している。2018年5月に発せられた登録延期勧告では、 遺産としての価値は認めつつも、それを長期にわたって保全していくための管理、危機対策、地域参加などを求めてきた。ユネスコ世界遺産センターに提出した推薦書では、約1000ページを割いて包括的管理計画を説明したが、土地所有者や利用者の推奨地の戦略的及び日常的な管理への参画等を進めることや、主要な観光地域において、 適切な観光管理メカニズムや観光管理施設等の実施を追求することなどを指摘された。これを受け、日本自然保護協会が日本政府に対して観光における適切な来訪者数管理、インタープリテーション施設やネイチャーセンターの設置、観光客の興味や収容力に応じた観光管理計画の策定を行う要請を表明した。また、世界遺産を 観光資源と位置づけるエコツーリズムと遺産の商品化による観光郊外への対応も求められるが、奄美大島の大型クルーズ船の気候誘致や、沖縄のカジノを含む統合型リゾート誘致など、従来以上の観光客増加に拍車がかかる動きがある。危機対策での指摘事項は、外来種や野猫の駆除、ヤンバル国立公園に編入される。 米軍北部訓練場跡地で確認された有毒な農薬の DDT やタイヤバッテリーなどの廃棄物の処置、天マ大島での推薦範囲内を通過する天マ中央林道による生態系の分断と速攻への小動物の転落死や交通事故死などが挙げられ、特に事故に関しては追加の取り組みを2022年12月までに世界遺産センターへの報告が義務付けられた。 一方で、捕獲されたの猫が殺処分される可能性があることに、対し、動物の権利の観点から批判的意見も出されている。2012年に開催された、世界遺産条約採択40周年記念、世界遺産と持続可能な開発、地域社会の役割で、世界遺産存続のためコミュニティの存在の重要性が、確認されている。また、 日本ナショナルトラスト協会によるアマ大島での土地の買い取り運動への三井住友信託銀行の協賛やヤフージャパンによる T ポイント寄付の呼びかけといった企業の社会貢献も望まれる。持続可能な開発のための2030アジェンダにおける持続可能な開発目標で持続可能性の追求として陸の豊かさを守る、海の豊かさも守るが掲げられ、ユネスコも 世界遺産や生物圏保護区の登録、運用に反映させるようになっていることから、それに見合った施策が必要となる。奄美の受検村では、村花に指定し、地元民は、湯湾花と呼んでめでているハイビースカスが、実は、外来種であることから、世界遺産推薦範囲内にある湯湾岳につながる、村道湯ン大棚線沿い約3キロの823本を、伐採することにした。 ありがとうございます。